どうも、趣味はおじさん、心は乙女、獅子女 YouTuber の掛崎ギャスです。久しぶりにね、この姿を使って動画にしていこうかなと思うんですけれども、本日はオールスター前のね、前半戦、まあ前半戦といっても半分以上終わってしまったんですけれども、前半戦終了ということで、現地のね、参戦した勝敗の成績なんかをね、振り返って発表していきたいというふうに思います。サムネの方はね、モザイクかけさせてもらったんですけれども、私数えてまいりました。早速ね、結論からいきたいと思います。全69試合にね、現地参戦してまいりました。結果は21勝47敗1分け、勝率3割飛んで4厘でした。まあなー、私のね、この改めて数えてはぁって思う心を代弁するかのように、今すごい雷雨がすごくて、雷と雨の音が入りそうなぐらい降ってるんですけども、はい、3割飛んで4厘ですか。まあ今年のセーブの成績を考えたらね、そんなものでしょう。ちなみにセーブの成績なんですけれども、セーブの成績はね、87試合を消化しまして、27勝59敗は1分け、まあ、勝率3割1分4厘っていうことなので、チーム勝率をね、ちょっとやや下回る結果になってしまいました。はい、中継で見た試合がね、6勝12敗だったんですけれども、まあそうか、でもどうだろうね、体感で感想をね、言えってなると一言で、あ、21回も勝ったかっていう感じですね。悲しいな、悲しいけどね、21回も勝ったんだっていう感じがします。まあそりゃそうか、勝つか、だって最初の頃結構勝ったもんね。ちなみになんですけれども、月別でまとめると3月がね、2勝1敗、4月が3勝13敗ですが、きつ、3勝13敗きついね。で、5月はね、意外と頑張ってたんですよ。最後ね、交流戦始まって地獄が始まったんですけれども、8勝12敗ですか、なんかいい感じですよね。西武にしては8勝12敗っていうとちょっとマシな気がしてしまいます。そして6月が5勝11敗1分け、まあまあ想定内ね。で、7月が3勝10敗、まあこれまたきついですね。まだ7月ね、試合5試合残ってるんですけれども、で、ホームとビジターにすると、ホームがですね、16勝28敗1分け、まあ、1分けのこの分けはね、大宮なんですけども、いや、ベルナドームで16勝28敗か。でもこれ勝率一応ね、3割5分5厘なので、総合の勝率よりまあいいかなっていう風になっております。よかった。そしてビジターがやばくてですね、5勝19敗となりました。勝率2割飛んで8厘ですか。お金かけて遠征に行って4回に1回も勝たないのはきついですね。2割飛んで8厘となっております。いやー、まあまあ、よくね、よく見に行きました、69試合。それでもね、私より行かれてる方っていうのはやっぱりいますので、結構な数いらっしゃいますので、おそらく皆さんすごいなというふうに思っております。まあ、69試合でもね、相当頭いかれてるんだろうって思うかもしれないですけども、はい。そしてこれね、考えるの大変でした。印象に残った、まあいい印象で残ったね、私的ベストゲームと私的バーストゲームっていうのをね、ピックアップしようと思ったんだけど、まあ勝ちが少ないからさ、どれも全部嬉しいし、ワーストはめっちゃあるよ。もうワーストありすぎてさ、掘り起こすだけでちょっと鬱になりそうだったんですけど、じゃあまずね、私的ベストゲームからいきましょうか。私ベストゲーム、もうね、迷いました。いいのいっぱいあったんだけれども、私が選んだのは、最初の8連敗を脱出した5月25日土曜日、ベルナドームで行われましたオリックス戦ですね。はい、渡辺裕太郎投手先発で、勝利投手は與座投手になりました。6対5で勝利したんですけれども、結構ね、一波乱あったゲームでありまして、7回裏の時点で2対5とね、3点ビハインドで迎えたんですけれども、その後、確か平沼選手がタイムリーを打って、佐藤龍生選手の犠牲フライで2点追加して、その後に友崎選手のね、2点タイムリーで逆転をするというね。で、その後、リードを守り切って優勝はしてないわ。勝手に優勝しちゃった。さあ、優勝するぐらい嬉しかったんですけれども、8連敗をね、脱出した土曜日になったんですよ。
で、この前にも7連敗と4連敗と4連敗をもう喫していて、5月なんですけれども、まだはい、なんかこう本当にね、まだあの頃は戦える場所にいたので、なんか結構今よりキリキリしてて、ゲームセットになった瞬間ね、なんか泣きましたね。この時は後にも先にも今季私に球場で泣いたのはこれだけかもしれないですね。なんかうわーみたいになりました。今となってはどんな負け方をしてもね、怒りは覚えど涙は出ないみたいな感じなんですけども、なんでねこのゲームをベストゲームにさせてもらったかっていうと、これ前日の話から遡るんですけど、動画でもね結構熱く語らせてもらったんですけど、その前の日が高橋光成選手がね先発で負けたゲームだったんですよ。え、どんなゲームだったかっていうと、これ何点差だったかな、まあ負けてはいたんですけれども、確か9回にねアブレイユが出てきたんですよ。はい。で、そして5失点をねしました。で、アブレイユとコーナーの間にも平井投手、松本投手って挟んだんですけれども、まだねチャンスはある中でアブレイユが5失点を9回表でして、絶望の淵に叩き落とされて怒り爆発みたいなところではあったんですけれども、この時ね、この日ね、応援団の方たちが相手の投手が交代するタイミングでね、若き獅子たちをね流してくれたんですよ。で、なんかそれですごい会場の空気が変わって、で、まあ9回裏にね、5点ビハインドで9回裏に行ったんですけれども、5点ビハインドでもね、ちゃんて4をね流してくれて歌いました。それもなんか結構珍しい光景だなって、最近の中では珍しいなと思ったんですけれども、なんかねやっぱ若き獅子たちからすごい雰囲気が、負けてるのによくって、で5点ビハインドでちゃんて歌って2点をね取り返して負けたんですけれども、なんかまだね選手もファンも諦めてないんだなっていうのを再認識した負けだったんですよ。で、その翌日がね素晴らしい逆転劇で脱出したので、なんかすごい良かったかなっていう風に感じました。はい、応援団の方ありがとうございます。本当救われました。当時そんな感じでね、一波乱ありでの、勝利だったので、ベストゲームに心に残ったっていう意味でのねベストゲームにさせていただきました。もうベストって言われたらさ、まあ、ダックスもあったしさね、菅井投手とか青山投手の初勝利とかもあったし、もういろんなものあるからピックアップしきれないんだけれども、みんないいから、うん、そんな感じです。はい。でここからはあんまり思い出したくない人たちもいっぱいいると思いますけれども、皆さんはね何がワーストゲームでしょうか。ワーストゲームは、私はですね、いろいろ漁りました。自分の動画をね、あのサムネ見て思い出したりとか、スポナビで結果バーって見てこう思い出したりとかしたんですけれども、こちらにしました。私的今季前半のワーストゲームは、同じく5月。5月10日の2対13で敗戦いたしました。ベルーナドームで行われた楽天戦でございます。はい。いや、この時はね、きつかったのよ。で、なんでこれをワーストゲームにしたかっていうと、自分で上げたね、動画を見返したんですけど、マジでオープン戦かっていうぐらい人が少ないんですよ、最後。今、ガラガラって結構話題になってますけど、平日とか。もう今のガラガラとか日じゃないぐらい最後人がいなくて、なんだこれはみたいな。かなり暗黒の空気をね、まとってるんですよ。ぜひね、見てない人とか忘れちゃったよっていう人は、動画見てください。こちらの動画見てください。本当にね、やばいです、空気が。で、どんなゲームだったかっていうと、この日ね、青山湊人投手が先発だったんですけれども、5回3分の2で降りました。で、3失点1、1点1点1点って失点して、まあ、3失点したのかな。で、田村投手が上がるんですけれども、田村投手はね、もう火消しでバット消します。で、6回に本田投手が上がるんですけど、ここで3失点しますね。まあ、この時点で 6点です。で、西武は1点取ってるんですけれども、その1点はね、早川投手の冒頭でもらった1点なので、打って1点入ったわけではございません。はい。で、まあ、6回に本田選手が3失点しますと。で、7回今度ヤンが登板します。で、ヤンが浅村選手にね3ランを打たれます。はい。で、まあ、6回のね、本田投手の3失点で6失点した時で、もうお客さんが
バタバタっと帰り始めたんですね。でうわめちゃくちゃ人帰るなって思ってたら、次の7回の浅村スリーランでさらに人がドッと帰って、かなり人が少なくなったんですよ。でこの試合また時間もすごい長かったんですけれども、で7回の途中だったかな、ヤンから浜谷投手にね、その日一軍に上がってきていた浜谷投手に変わるんですけれども、ここでまたね4失点するんですよ。3失点4失点ってもう負け試合もいいところなんですけれども、それにしてもねあまりにも不憫だし、8回も浜谷投手行くんですけれども、なんかもうさらし投げみたいなね状態になっちゃったんですね、珍しく。でもまあ申し訳ないけれども、この時点で金曜日、確か金曜日だよね、10日ってね、金曜日だったし、中継ぎを酷使するわけにもいかないんで投げ切ってくれたんですね、浜谷投手が。なんか本当にね、浜谷投手のファンも辛かったと思うし、本人も辛かったと思うし、見てる仲間たちも辛かったと思うんだけれども、でこの日ね最後に1点返しました。でそれで2対13だったんですけれども、ね、試合時間が長かったので10時超えちゃったんですよ。で最後楽器も使えなくなって、アカペラでチャンテフォーを歌ってるんですけれども、みんなね諦めてないから、ちゃんと諦めてはいるよ、勝ち負けで言ったら諦めてるけど、選手を応援する意味ではこうまだ捨ててないから、みんな残った人たちで一生懸命チャンテフォーを歌うんだけれども、ゲームセットした瞬間に怒りが爆発して、ブーっていうブーイングの動画が私のね上げた動画にも載ってますので、気になる方はねぜひ見てください。今の状態とは比べ物にならないぐらい暗黒オーラまとってるんでね、え、こんなやばかったっけって西武ファンでも思うぐらいあのやばいんで見てみてください。はい、まあ、この両ゲームをピックアップさせてもらいました。でまあどういうわけかね、あのグッドゲームに選んだのもバッドゲームに選んだこのどちらともね、この試合の前にソフトバンク戦が週末にあって、その後ロッテ戦があってからのこのオリックス戦と楽天戦に、どっちもね前がロッテとソフトバンクでつながってるんですけども、どういうことなんですかね。フラストレーション溜めてから負けたり、フラストレーション溜めてから勝ったりしてるからこういう結果になったのか分かんないんですけども、よかったらね皆さんのワーストゲームなんかも教えてくれたら面白いなっていう風に思うので、ぜひぜひねコメントの方書いてください。はい、まあ、以上私の前半のね現地での振り返りでございました。はい、明日明後日はオールスターゲームになりますけれども、ここは新規ってね普通に楽しんでいきましょう。はい、今井投手どっちで投げるんだろうね、できれば神宮で投げてほしいなっていう風に思っております。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。